2017年秋、日立造船境工場。ここで鋼材が切り出されて溶接され、大小のブロックが組み立てられていきます。作られているのは新エネルギー産業技術総合開発機構 NEDO による次世代浮体式洋上風力発電システム実証研究を行うバージ型浮体です。数ヶ月を経て徐々に形が見えてきました。平型の浮体なんで、ドックの中で浮体組みでできると。この場内のクレーンですね、この120トンのクレーンだけで組み立てが全部完成してしまうということで、コストがかなり削減できたと思います。2018年6月、バージ型浮体が完成。旅立ちの日がやってきました。ドックに注水して浮上させ、タグボートに委ねます。この浮体の特徴は、独自の四角いリング形状とおよそ 7.5 メートルの浅い喫水。港の中でも比較的移動が容易です。海に出た浮体は瀬戸内海を経て北九州に向かいます。日本ではすでに浅い海で着床式、深い海で浮体式の実証研究が進められています。バージ型浮体はそれらの間の水深50メートルくらいの海域を活用できます。およそ1週間の航海を経て、バージ型浮体は北九州市に到着。ここ響灘地区は風力発電関連産業の総合拠点化が目指されています。ここで浮体に搭載される軽量型の風車は2枚のブレードが特徴。これが発電機の入ったナセル。地上でこれらを一体化させてからタワー状に搭載できます。このわずかな隙間しかないネジ穴にボルトを通すため、全長およそ50メートルのブレードを手作業で調整します。同様の繊細な作業はタワーの搭載でも行われます。締め付けトルクを管理しながら慎重にボルトを締めていきます。そして最も難しい、高さおよそ70メートルのタワー上への風車の搭載。波のうねりや風による揺れとの戦いです。ついに搭載に成功。こうして新たな洋上風車がその姿を現しました。次世代浮体式洋上風力発電システム響の誕生です。革新的な技術というのはですね、なかなかいきなり商業化というのは難しいんで、今回なんかはですね、2枚針を使ったりとかですね、それからバージタイプの浮体を使ったりとか、まだ日本でないものを採用させていただいてます。でこの2つを合わせることによってですね、量産すればコスト低減が実現できるいいプロジェクトになることを期待しています。その設置予定海域が北九州沖響灘の海上です。ここで海上工事用の台船を用い、あらかじめバージ型浮体を係留するアンカーとチェーンを敷設します。アンカーには十分な波中力が必要です。全部で9基のアンカーは、海底の地質によってそれぞれ大きさが異なります。アンカーとつながっているチェーンを海上から引っ張り、波中力を計測します。8月29日、響は北九州港を出発。そこから15キロ沖合の設置海域に到着しました。ここであらかじめ設置されたチェーン、アンカーに接続。
5日間で9本すべてをつなぎました。陸からおよそ15キロ離れた浮体上へ送電ケーブルを引き込みました。いよいよ運転を開始し、発電しながらさまざまなデータを計測、響きによる実証実験が始まります。